第7軍団とは、アメリカ陸軍の軍団。第1次世界大戦、第2次世界大戦の西部戦線、湾岸戦争に参加した。モットーは、j ホーク。以下本文では便宜上、部隊名を、三様数字で、第7軍団とする。第7軍団は、第1次世界大戦末期の1918年8月19日に、フランスのルミルモンで創設され、 1919年には活動を休止した。第7軍団は1940年11月25日にアラバマ州ホートマッカランで再編され、3戦前アメリカ軍の演習の一つ、ルイジアナ演習も参加した。1941年12月には軍団司令部がカリフォルニア州3のゼに移転、西部防衛司令部の指揮下に入り、部隊編成や訓練を続けた。 1944年6月のノルマンディー上陸作戦の際、第7軍団は、ジョーゼフ・ロートン・コリンズ少将式の下、第21軍集団における第1軍の指揮下にあって、カランタン正面、コード名、ユタビーチでの上陸を担当し、降下部隊として、第101空挺師団と第82空挺師団が配属されていた。この際の編成は、以下の通り、 7月からの第一軍による攻勢コ小倉作戦では第7軍団は攻撃の戦法を担当した。その後も第7軍団はバルジの戦いなどフランスドイツ両国での戦闘に参加し、終戦後の1946年再び活動を休止した。第7軍団は冷戦中の1950年。 ワルシャワ条約機構軍によるドイツ連邦共和国侵攻に対処するため、中西ドイツのナト o 軍の部隊の一つとして、再び編成された。軍団司令部は、シュトットガルトのケディ・バラックスである。第7軍団はアメリカ第5軍団、西ドイツ第2軍団とともに、中央軍集団の指揮下にあって、南部西ドイツの防衛を担当した。当時の編成例は、以下の通り。 西ドイツでのアメリカ軍第後、第7軍団の配置図。砂漠を進撃する第3機構師団第1旅団の M1A1 戦車と支援車両。砂漠の検索戦の経過。図中央が第7軍団。第7軍団は、冷戦中、ワルシャワ条約機構軍と砲火を交えることは、ついになかったが、1990年8月、イラクによるクウェート侵攻の後、 第18空挺軍団に続く第2波の部隊としてサウジアラビアへ派遣された。当時、第7軍団は冷戦期の通常編成よりも多くの部隊を指揮下に置き4個気候師団に加えて強力な気候戦力を構成していた。すなわち次のような編成である。2月24日からの地上戦、砂漠の検索戦では、 第7軍団は他国籍軍の志向を担当、側面を第18空挺軍団に守られながら、イラク領を進み、転進してクウェート国境に達するという、いわゆる、左フック作戦を実施した。第2機構機兵連隊と共和国親衛隊、第3機械化師団、タワカルナとの間で行われた73イースティングの戦いをはじめとする。 約100時間の数々に及ぶ戦闘において、第7軍団は、イラク陸軍と共和国親衛隊の部隊を蹴散らし、他国籍軍の勝利に貢献した。第7軍団の損害は、アメリカ兵、イギリス兵合わせて341名であった。湾岸戦争後、第7軍団の大部分の部隊は、アメリカ本国に戻り、再編成されるか、活動休止になるかした。 軍団司令部はドイツに戻り、冷戦後の国防被縮小の一環で廃止されることとなった。一部部隊は第5軍団、あるいはアメリカ欧州陸軍の指揮下に入った。1992年3月18日、シュトットガルトのシュコスプラッツにおいて、軍団機変換の記念式典が行われた後、1992年4月、正式に活動を休止した。ありがとうございます。